では、今日のタイトルを確認しましょう。ルカの福音書88回、武道園の農夫の例え話、副題が神の国の延期、ルカ20-9から18。では、朗読お願いします。ルカの福音書第88回、武道園の農夫の例え話、神の国の延期、ルカの福音書20章、 九節から十八節。また、イエスは人々に対してこのような例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、彼は農夫たちのところに一人の下辺を使わした。ブドウ園の収穫の一部を収めさせるためであった。ところが、農夫たちは、 そのしもべを打ちたたき、何も持たせないで帰らせた。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも打ちたたき、恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。彼はさらに三人目のしもべを使わしたが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。武道園の主人は言った。どうしようか。そうだ。 私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろう。ところが、農夫たちはその息子を見ると互いに議論して、あれは後取りだ。あれを殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。と言った。そして彼を武道園の外に放り出して殺してしまった。こうなったら武道園の主人は、 彼らをどうするでしょうか主人はやってきて農夫たちを殺し、武道園を他の人たちに与えるでしょう。これを聞いた人たちは、そんなことが起こってはなりません。と言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちが捨てたいし、それが要の石となった。と書いてあるのはどういうことなのですか 誰でも、この石の上に落ちれば粉々に砕かれ、また、この石が人の上に落ちれば、その人を押しつぶします。はい、ありがとうございました。では、今日のタイトル、もう一度確認しましょう。ルカの福音書八十八回ブドウ園の農夫の例え話副題が神の国の延期。ルカ二十の九から十八。この箇所からお話をさせていただきます。 さあ、いつものように文脈を確認しましょう。今、ルカの福音書の後半に入っていますね。後半の終わりの部分に近づいています。今、私たちがとどまっているところは、エルサレム,ムでの奉仕が始まったという箇所。十九章二十八から二十一章三十八なんですね。長いセクションですけど、四区分して、これを。 考えたいいと思っています1番目の区分が「勝利の入場」19の28から44この部分はすでに終わってます。2番目が「諸々の教え」19の45から21の4今諸々の教えのところに入っているわけです。エルサレムでイエス様が教えてくださった数々の教えの内容を今詳細に学んでいるわけです。 そして3番目が神殿崩壊の予告21の5から36。最後にまとめ21の37、38。これは短いセクションです。この四つで、4つに分割して、このセクションを学ぼうとしています。今、諸々の教えの中にいますが、これを分解してみましょう。諸々の教え。1番、宮清め。 19-45-46 2番イエスの教えの要約19-47-48 3番権威に関する論争20-1-8ここまでが前回で終わりました今日4番目ですブドウ園の農夫の例え話20章の9-18今日はこの4番目のセクションだけ取り上げたいと思います内容が非常に豊富なんですね ですから1回でで話すす。だけの量があるとということです5番目が「カエサルへの納税に関する質問」「20章の19から26」「6番目が「復活に関する質問「20章の27から40」「7番ダビデの子に関する質問」「20の41から44」「8番」「立法学者の偽善」「20の45から47」「そして9番目が「ヤモメの献金」 21の1から4ですねこれらの教えこれらの出来事は全て最後の1週間のエルサレムでの活動の中に含まれる内容ですねさあでは今日は武道園の農夫の例え話を取り上げますがそのメッセージのアウトラインを確認してみましょう今日は4つに分割して説明します。まず1番目 農夫たちへの委託9節2番3人の下辺べたちの派遣10から1二。3番愛する息子の派遣13から154番適を15の B から18節この4区分でお話をしますそして今日の着手点です今日の結論です今日は今日の箇所に出てくるあるフレーズを取り上げて 解説したいと思います。というのは、この3つは非常に重要なんですね。まあ、さっと読んだだけではなかなかわからない内容なんです。1番目が、彼を武道園の外に放り出して殺してしまった。15節。この内容を解説します。2番、武道園を他の人たちに与えるでしょう。16節。この内容を解説します。3番、石という言葉が18節に出てきます。石とは何なのか。このことを 解説したいと思いますさあではアウトラインをもう一度確認しましょう4つあります1番農夫たちへの委託2番3人の下部たちの派遣3番愛する息子の派遣4番適応そして今日の着地点彼を武道園の外に放り出して殺してしまったという言葉の意味 2番、武道園を他の人たちに与えるでしょうという言葉の意味、そして3番が医師という言葉の意味、これを確認したいと思います。そのゴールに向かって話が進んでいきますので、最後までよろしくお願いしたいと思います。今日のアウトラインを見ながらですね、まず心の準備として何を考えればいいのか、それをちょっとだけ話をしておきたいと思います。 今日のアウトラインの背後にあるのは、あるいはこの例え話の背後にあるのは、神の涙です。神様が泣いておられる。イエス様が泣いておられる。そのことをしっかりと受け止めた上で、この話に耳を傾けたいと思います。ではこれで、イントロダクションの準備が終わりました。 これから本論に入っていきます。私は準備できましたので皆さんいかがでしょうかいきますよ。Are you ready? はいありがとうございました。では武道園の農夫の例え話について学んでみましょう。はいローマ数字の1番農夫たちへの委託九節。これを確認しましょう。九節を読んでみます。 またイエスは人々に対してこのような例えを話し始められた。ある人が武道園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。はい。一節の解説にしばらく時間をいただきます。イエスはこの例え話を誰に向かって語っているか。人々に対してと書いてありますね。常に 例え話が誰に向けて語られているかということを確認するのは重要なことなんですね。人々に語ったというのは、つまりこの例え話はイエスの教えに好意的な人々に語っているわけです。つまり聞く耳のある人に語っているわけです。そこから一つの適用が生まれてきますね。神の言葉、神の教えに興味を持ち、 学んだことに積極的に応答するならば、さらに深い心理を知るようになる。これが霊的原則ですね。学べば学ぶほど深い心理に導かれていきますよ。でも、神の言葉を拒否する人、それを受け取ろうとしない人には、新しい心理は開かれてこない。だから、これから語られる例え話も、 イエスを信じない人には意味がない。いや、むしろ意味不明だと思いますね。で、私たちはイエスの教えに興味を持っています。ですから、心開かれている者たちです。そこで、例え話に入る前に、この例え話の要点を押さえておきましょう。この例え話は、こういう 方向に向かうんですよということを冒頭に押さえておきたいと思います。宗教的指導者たちは権威を御用している。これを押しようとしている。イエスは預言者よりも権威を持ったお方、神の子である。これを教えようとしている。次に、イエスは殺される。これを予告しようとしている。そして全体が イエスの受難の物語でもあるわけですけれど、同時に並行して走っているテーマとしては、イエスの弟子には忠実な管理者としての責務がある。この4つですね、宗教的指導者たちは権威を御用していた。イエスは神の子であった。イエスは殺されようとしている。イエスの弟子には管理者責任がある。この4つの要点を押さえて、 これから例え話に耳を傾けていただきたいと思います。さあ補足説明をしておきます。当時の、つまりイエス時代の主人と農夫の関係について一般的な話をしておきます。ローマ帝国が当時支配者だったわけですが、ローマ帝国時代、郊外の地、つまり 都会から離れた地、田舎って言ってもいいでしょうが、郊外の地は、そのほとんどが地主の所有地だったんですで。地主はどこにいたかっていうと、彼らは田舎にはいないんです。都市生活をしていて、畑だけを農夫に委ねて、その収穫を毎年受け取って、自分は裕福な生活をしていた。まあ 農夫に委ねないで、奴隷を使って自ら農業を営む場合もありました。しかし、今日の話の場合は奴隷ではないんです。畑を農夫に貸してるわけです。畑を貸す場合の相手は、これは奴隷ではない。自由人です。まあ、私たちのわかる言葉で言うと、小作農ですね、家主から土地を借りて、 栽培して一部のものを地主に収める。こういう関係があったわけですねで。地主にはどんな人がいたのか。寛大な地主であれば人々から尊敬されたわけですが、そのような地主はごく稀でした。しかし、この例え話に登場する地主は非常に寛大です。当時でも珍しいような寛大な 地主です。こういう地主は仮想階級の人からは尊敬されたんですが、上層階級からは軽蔑されたんです。もっと儲かるのに、あいつはバカだというようなことを言われたわけですね。で、この地主は？ある人がぶどう園を作るとあります。これ、地主は苦労してぶどう園を開墾したという。 背景があるわけです。これが前提になっているわけです。だからそこにある何でもないぶどう園を貸したんじゃなくて、自分が本当に苦労して、手を入れて、石を取り除け、茨やザミを取り除け、ぶどうを栽培できるようなぶどう畑を開墾して、それを貸してるという前提があります。マタイ二21の33。マタイ二21の33で、その内容を確認してください。 さらに、この例え話の背景には、旧約聖書のイザヤ書の言葉があるんです。イザヤ5章1から2です。ちょっと見てみましょう。イザヤがこういうふうに言ってます。さあ、私は歌おう。我が愛する者のために、その葡萄畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく超えた山腹に、 ブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして、石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に矢倉を立て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが、水ブドウができてしまった。はい。いざやの、この、愛する者のための歌、ブドウ畑の例え話ですね。これが、 旧約時代の旧約聖書の中の背景になっていてそのモチーフを用いてイエス様が今から例え話を語るわけです。まだ二次章の九節最初の節にいるんですよ。長くなりますけどねもう少し我慢してください。さあそこでこの例え話に出てくる用語今日の「葡萄園の農夫」の例え話に出てくる用語の意味を解説したいと思います。 7つ用語を改正します。これが分かると、例え話がすごく分かりやすくなるんです。一番目。武道園の主人というのは父なる神です。武道園はイスラエルです。神の民イスラエルです。つまり父なる神が武道園イスラエルを所有しているということです。農夫は イスラエルの指導者たちです。その武道園の管理を委ねられているわけです。収穫の時が来たって言うんですが、収穫の時は、三国の開始の時です。メシア的王国が始まる、その時が来たっていうことそれが収穫の時です。収穫は、神が、神のために期待する霊的実のことです。霊的実がどれぐらいついているのか、それを受け取りたいと、 主人は思うわけです。そこで、しもべたちを使わすわけですが、しもべたちは預言者たちのことです。最後に愛する息子を使わしますが、これはイエスのことですね。そして、この7つの内容を押さえて、これから例え話の具体的な内容を見ていきたいと思います。一番目のポイント、これが終わりました。一番目は、 農夫たちへの委託でしたね。さあ、次、二番目のポイントにいきましょう。三人のしもべたちの派遣ですね。十節から十二節。いや、十節を読んでみますね。収穫の時になったので、彼は農夫たちのところに。一人のしもべを使わした。彼っていうのは主人ですね。収穫の時が来た。 それでを使わしたブドウ園の収穫の一部を納めさせるためであったところが農夫たちはそのしもべを打ちたたき何も持たせないで帰らせたはい十節ですね改正します収穫の時が来たので小作料を徴収するわけです通常は土地を貸す時に主人と 農夫の間で何割納税するか何割納めるかっていうことがあらかじめ合意事項として決まってるんですある場合は収穫量ですねどれぐらいの量を納めるかあるいは収穫に対して何パーセントを納めるかという率であったりするんですまあ、当時の観光では最低25%以上つまり最低 4分の1以上は小作能が主人に納めていたようですね。でこの関係においては力があるのは小作能ではなくて主人の方です。主人が土地を貸し小作料を定め中学の時にそれを納めさせるわけですね。ところが今日もそうですけど中には問題のある小作能が出てくるわけですね。 収穫の時が来ても収めないような輩が出てくるわけです。それに対応するために主人は紙幣を要していた。紙幣集団を要していた。つまり武力行使できるように自分で雇った兵士たちを持っていた主人もいたわけですね。これがローマ時代の収穫の時の小作料の徴収の内容ですね。 さあ、この例え話では、農夫が反抗するんです。農夫が力あるもののように振る舞い始めるわけです。主人と立場が逆転するわけです。で、このこと自体が寛大な主人に対する反抗になってるわけです。そこで、主人は何をしたかっていうと、 そこでじゃありませんねごめんなさい収穫の時が来たのでしもべを使わしたわけですねそこで農夫たちが何をしたかっていうと主人が使わしたしもべを苦しめたんですね具体的にはそのしもべを打ちたたき何も持たせないで帰らせたとありますねこの主人が派遣した最初のしもべですけどこれは預言者なんですが 預言者の中には大きく区別すると2種類の預言者がいた。いつ活動したかによって分類するんですけど、補修期前、バビロン補修になる前の預言者軍というのがいるんです。補修期前預言者と言いますね。で、ここの最初のしもべっていうのは、補修期前預言者たちです。農夫たちはその最初のしもべを打ちたたき、 何も持たせないで帰らせた。まあ実際に預言者たちの活動を見ているとイスラエルの民から苦しめられ排除され殺されそうになるという生活をするわけですね。主が派遣した下もべを袋叩きにするということが起こったわけです。次、11節そこで別の下もべを使わしたが、 彼らはそのしもべも打ちたたき、恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。はい。次。別のしもべが派遣されます。そのしもべはどういう預言者かというと、補修期から、補修から、バビロン補修から帰還して以降、神が派遣した預言者たちです。補修期後、預言者。 と言います彼らもまた同じように苦しみにあいます十節との比較で見るとその下べも打ちたたき恥ずかしめた上でとこの恥ずかしめた上でという言葉が追加されていますだからより激しく拒否したということですね最初の下べも次の下べも共に彼らは拒否したわけです 彼らっていうのはここの農夫たちっていうのは誰かというとイスラエルの霊的指導者たちのことですね。霊的指導者たちは神が使わした預言者たちを排除した。次十二節。彼はさらに三人目のしもべを使わしたが彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。はい 主人は3人は目のしもべを使いします。今1人目が「星行前」預言者2番目が「二番目のしもべ」が「星行後」預言者3番目は誰かというとこれはバプテスマのヨハネとイエスが派遣したイエスの弟子たちでしょうねイエスがバプテスマのヨハネもイエスの弟子たちも 神の国の国到来を宣教したわけですね。しかし農夫たちはこのしもべにも傷を負わせて追い出したその反発がより激しくなる激しくなってきているということが分かると思います。これで3人のしもべたちの派遣のセクションが終わりますが神が使わした「保守期前預言者」「保守期後預言者」そして「 パプテスマのヨハネやイエスの弟子たちことごとく宗教的指導者たちから拒否されたわけですそこで三番目ついに愛する息子の派遣ということになってきます十三から十五節 A ですね十三節ブドウ園の主人は言ったどうしようか そうだ。私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろう。これが13節です。この部分は涙なくしては読めない箇所ですね。ルカはこの部分を主人の独り言。文学形式としては独白ですね。主人の独り言として 紹介してるんですこの文学形式これ「独白」という文学形式ですけどこれは内容を単に伝達してるだけじゃないんですそこに情感を加えてるんですそこに主人の思いをたっぷり盛り込んで伝えてるわけですだから主人が思案してるわけですどうしようか どうしようか。これだけ最善のものを与えても彼らは受け入れようとしない。どうしようか。ここには神の涙があるんですね。先日話は変わりますけれど、一日一章の第四巻、予言書の執筆が終わりました。そして、9月末を目標に、構成、 印刷出版の準備に入っています。今回、帯の部分に来る文言を考えました。私が提案しているのは、預言者の涙は神の涙。預言者の涙は神の涙。これ実感ですね。特に小預言書に入ってから、涙なしには解説できない。 預言者たちが泣いてるんですしかしそれは神自身の涙でもあるここではイエスが「どうしようかそうだ愛する息子を贈ろう」と語っておられるこれは神の涙と並々ならぬ決意を表現した言葉ですね「愛する息子」っていうのはイエスのことですね 第4巻予言書の帯の部分に来るもう一つのフレーズは「破壊の先の希望」ですね。神がイスラエルの民の破滅裁きを予言される予言者を通してその言葉を語る理由は何かというと「将来に希望があるからです」。完全に破壊されて破壊されたものの上から新しいものが。 建設されてくるこれが預言者のメッセージですね。ですから世の中がどんなに暗くなり破壊されていこうともそれは最終的な神の見心がなるための破壊であるということを覚えたいと思います。ここでも同じですね。神の涙そして破壊の先にある希望これがここでの主人の心ですね。 私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろう。これ誰かというとイエスのことですね。神はそんな思いを持ってその一人語を世に使わされたわけです。そして神はイスラエルの指導者たちが巫女イエスを受け入れることを期待されたんです。でもその期待は 実現したでしょうか。14節と15説を見てみましょう。ところが、農夫たちはその息子を見ると互いに議論して、あれは後取りだ。あれを殺してしまおう。そうすれば、相続財産は自分たちのものになると言った。そして彼を武道園の外に放り出して殺してしまった。はい。 農夫たちはその息子が跡取りであることを認識した上で殺してるんです。跡取りを殺したら主人の財産はもう自分たちのものになるんだ。主人の財産を自分のものにしようとしたんです。ね。まあ、当時も小作農が主人の行方がわからなくなったり、何年間か小作料を納めない場合に勝手に自分の所有地だと いうふうに主張することがよくあったわけで。聞いている人たちには、これは珍しいことではない。よくある出来事なんですね。彼らは主人の財産を自分のものにしようとしていた。ここでの武道園というのは何なのか、財産というのは何なのか。イスラエルの民ですね。民衆は神の所有物です。指導者たちは、 それを神から委ねられていたんですが、ここでは指導者たちが民衆を自分の所有物としようとしていた。イエス時代の宗教的指導者たちは、まるでイスラエルの民を自分の所有物のように扱っていたという事例があるわけですね。委託されて扱っているものを自分のもののように扱うのは、これは管理者としては最悪の姿なんです。 彼らは何をしたのか。彼らはその主人の一人息子をブドウ園の外に放り出して、なんと殺してしまった。というわけですね。ここでの殺人ですけど、指導者たちはイエスが神の子であることを知っていたわけです。しかし彼らはそれを公に認めなかった。それどころかイエスを殺そうとした。 これがここでの内容ですね。じゃあこれで愛する息子の派遣が終わりました。今日の結論です。4番目適用ですね。ローマ数字の4番目。この例え話の適用が語られます。15節の B から18節ですね。これを見てみましょう。15節の B と16節。 はいじゃあ読んでみます。こうなったらブドウ園の主人は彼らをどうするでしょうか主人はやってきて農夫たちを殺しブドウ園を他の,人たちに他の人たちに与えるでしょう。これを聞いた人たちはそんなことが起こってはなりませんと言った。15、16ですね。15節の B と16節イエスが質問をしてます。 こうなったら武道園の主人は彼らをどうするでしょうか質問をしている理由は聴衆に、まあ、同時に指導者たちにこの例え話の意味を考えさせるためですね。主人はその農夫たちをどうするだろうかっていうのはこれは当然の質問なんです。そこまでされて主人が黙ってるはずがない。その質問に対して ルカの福音書ではイエス自身が答えてます。他の福音書では聞いてる人たちが答えてるんです。ルカはイエス自身が答えるように書いてます。主人はやってきて農夫たちを殺しドウ園を他の人たちに与えるでしょうと答えています。それを聞いて人々は何と答えたのか。 これを聞いた人たちは、そんなことが起こってはなりませんと言った、絶対に起こっちゃいけないから慌ててるわけですね。どうしてかっていうと、この主人によってブドウ園の農夫たちが滅ぼされる、殺されるっていう出来事の中に、イスラエルという国の消滅を彼らは予感したわけです。イスラエルという国が裁かれ消滅してしまうんじゃないか。 あるいは指導者たちが教えているユダヤ教ですね。当時はもうラビ的ユダヤ教と言いますけど、あるいは祭祀的ユダヤ教と言ってもいいでしょう。サドカイビトやパリサイビトが中心になって展開しているユダヤ教のシステムです。彼らが信頼を置いている、そこに基礎を置いているユダヤ教が終わってしまうということを彼ら予感したわけです。 つまりイスラエルの国の滅亡とユダヤ教の終焉を予感したので、そんな危険なことはそんな大変なことは起こっちゃなりませんよと答えたわけです。それに対してイエスはこう言われます。17から18。ここでは別の例えが出てきます。ブドウ園の例えの適用として別の例えが出てきてるんです。イエスは彼らを見つめて言われた。では、 家を建てる者たちが捨てたし、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのですか誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちればその人を押しつぶします。はい、ユナンスに帰ってください。ここでイエスは彼らに答えてるわけですが、まず彼らを見つめて言われたって、彼らに言われたじゃなくて、 見つめて言われたということです何なのか目をそらして言ってるのではない彼らをいわば凝視して目と目を合わせて教えてるわけですここにはイエスの教えの厳しさが表現されていますと同時にこれからイスラエルの上に起こってくる運命の過酷さをイエスが予感しているということです イエスの教えの厳しさがこれで表現されているわけです。イエスは質問をされます。では、ということから始まる質問ですね。これは彼らがそんなことがあってはいけません。イスラエルが滅んだり、あるいはユダヤ教が終焉を迎えたりするようなことがあってはいけないというんだけど、イエス様は、いやいや、旧約聖書の予言を見ると、 私が言っているようなことが起こると予言されてるんだよ。それを教えるために、詩編118編の22節を引用されています。詩編118編の22節家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。はい、さっきの聖句に帰ってください。はい、もう一つ前。 では、家を建てる者たちが捨てたし、それが要の意思となったと書いてあるのはどういうことなのですかでは、詩編118編の22節の予言の言葉は、あなた方はどういう意味に解釈しているんですか実際に、イスラエルは滅び苦難の時代に入っていくんだよ、と教えたわけです。ここの家を 建てる者たちが捨てた石っていうのは、これ、人々が最も評価しないものです。これ、建築士が、これは建材としてはふさわしくないと考えて、捨てた石が、実は最も大切なものとして認められていく。それが要の石となった。要っていうのはコーナーストーンですね。家を建てる時の一番隅に置く基礎になる石ですね。一番、 価値がないと思って捨てられた石が実は最も重要なものとして認められるようになる。つまりこの石っていうのはキリストのことです。メシアのことです。人々が見捨てたメシアが実は最も重要な救いの石となるんだ。最後には最も重要な役割を果たすようになるんだ。こういうふうに書いてあるじゃないか。 そしてこの石は同時に裁きの手段ともなるんだ。だから旧約聖書の予言から見るとこの石つまりメシアはイスラエルを裁く手段となるんだ裁かれるんだ。2種類の裁きの方法が出てまいります。18節を見てください。最初が誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれてる。 これ何のことを言ってるかと、初林のメシアのこと。つまり、初林のメシアにつまずくものは、不信仰のゆえに粉々に砕かれると言われたんです。イスラエルが滅びることなんか起こっちゃいけないんだという人たちに対して、いやいや、メシアは人々から拒否されるけれど、最後は最も大切なものと認められるようになる。そのメシアにつまずく人が出てくる。初林のメシアにつまずくものは、 不信仰のゆえに粉々に砕かれる。このことは、紀元70年。つまり、この時から約40年後に起こるんです。紀元70年のエルサレムの崩壊の予言です。この石の上に落ちれば、人々がこの石につまずくということです。その人は粉々に砕かれる。次、後半です。また、この石が人の上に落ちれば、その人を押し潰します。今度は、 人々が石の上に落ちるんじゃなくて、石が人の上に落ちるんです。これはメシアの再臨を予言しています。再臨のメシアは天から下って下られるんです。諸国を裁くために、不信仰な人たちを裁くために天から下って来られるんです。メシアが石である、メシアが来られた時に、違法人の諸国が、神を認めない国々が破壊されるという予言は、 ダニエル賞2章に出てくるんです今日は詳しくは説明しませんが、お時間のある方は、ダニエル賞2章を読むだけでもいいですから、確認してみてください。石っていう言葉がメシアを指してるっていうことがわかると思います。再臨のメシアは、諸国を裁くために来られるっていうこと。これは、まだ起こってません。最初の初臨のメシアが、 つまずきの意思となったというところは成就したんです。再臨のメシアが人の上に落ちるというところはまだ成就していません。それが成就する時を私たちは待ってるわけです。さあこれで例え話そのものの話が終わりましたので結論に行きたいと思います。じゃあ着手点を確認しましょう。今日は3つのフレーズを 説明ししようとしています一番目15節に出てきました。彼を武道園の外に放り出して殺してしまった。はい、主人の一人息子が武道園の外で殺されたんですね。神の子イエスが門の外で苦しみを受ける。はい。その予言になっています。イエスが門の外で苦しみを受けることの予言である。イエスはゴルゴダの丘で。 苦しまれ、命をお捨てになりました。門の外ですね。このことの予言になっています。このことを解説し、イエスに適応しているのは、ヘブル書13の11から12です。ヘブル13の11から12。とっても大事な聖句です。動物の血は罪の清めの捧げ物として、大祭司によって、 聖女の中に持っていかれますが、体は宿命の外で焼かれるのです。それでイエスも、ご自分の血によって民を聖なるものとするために、門の外で苦しみを受けられました。はい。エブル13-11から12です。この背景は、食材の日の捧げ物です。食材の日、年に一回食材の日に、罪の清めの捧げ物が捧げられます。 その、生贄にえの血は、罪を清める備え物となります。しかし、血を取った後の体は、宿泳の外で焼かれます。宿泳の外っていうのは、聖女の中と違って、穢れた血です。体は、穢れた血で焼かれる。というのが、食材の日の規定、モーセの立法の規定です。そして、ヘブル書の著者は、それを イエスに適応してるんですこれはイエスの犠牲の型なんですよイエスの犠牲もこれと同じだよというわけですイエスは門の外で苦しまれた汚れた地で苦しまれたということそしてイエスの地は私たちの罪を清める地として神に受け入れられたということそしてヘブル書の著者は適応を教えてるんです 何かというと、それゆえイエスが苦しまれたように、門の外で苦しみを受けようではないか。ここには適用があるわけです。つまり、私たちもこの世から受け入れられるような生活によって安,安楽を得るんではなくて、門の外に出て苦しみを受ける。この世からは除外されたような。ところで、苦しみを受けながら、でも神に従う生活をしようじゃないかという。勧めがエブリイ書。 スメなんで,すね、ですから武道園の主人の一人息子が武道園の外で殺されたっていうのはそしてそれは私たち自身もそのような生き方をしようではないかという適応につながってくるわけですねはい結論の2番目に行きましょう15節終わりました16節 武道園を他の人たちに与えるでしょう。16節。この聖句ですね。これはとっても大事ですね。なぜかというとね、この聖句は痴漢神学の根拠とされることが多いんです。つまりどういうことかというと、神の国はユダヤ人から取り去られ、つまり武道園の農夫から取り去られ、他の人に、つまりそれが教会だと。教会に与えられる。 つまりユダヤ人に与えられていた祝福は教会に与えられ教会がそれを継承しているんだ教会は霊的イスラエル新しいイスラエルだというふうに適応してしまうことが多いわけですそれを置き換わったという意味ですねしかし結論ありきでこの聖句を読むんではないんです2番目 文脈を考慮した正しい解釈とは何かということを常に意識しなきゃ文脈なんです。ここまで読んできた文脈に基づいて正しい解釈を考えてみましょう。1番目、神の国はイエス時代の指導者たちから取り去られる。これはその通りです。そして神の国は違法人あるいは教会に与えられるんじゃないんです。神の国は 将来の世代。これはいつかというと、大観南時代。あるいは観南期の信仰ある指導者たちに与えられる。観南期の信仰を持つ指導者たちに与えられる。また21、21-43では、神の国の実を結ぶ民に与えられますとなっています。この民という言葉ですが、これはエスノスという言葉で、これは将来の世代の意味。 ジェネレーションという意味で使われています。ですから、当時のユダヤ人からは取り去られるけど、再び将来の信仰ある指導者たちに与えられるという意味であって、神の国がユダヤ人から奪われて、違法人に、教会に与えられるという意味ではないということを覚えておきたいと思います。痴漢神学を受け入れていると、 終末におけるイスラエルの役割が全く見えてきません。そしてイスラエルという言葉が出てくるたびに教会と読み替えなきゃいけないという煩雑な作業が入り込んできます。イスラエルと書いてあればイスラエルなんです。教会ではないということを覚えたいと思います。霧が晴れたように終末論の解釈が明確になってきますよ。最後3番目。意思。18節 石という言葉が出てきましたこのこ言葉について解説しましょう。はい。誰でもこの石の上に落ちれば破壊される。これはさっき解説しましたように、初林のメシアにつまずく者は滅びるんだという。この石につまずく者は滅びてしまう。イザヤ書8章の13から15。これは、 ちょっと長いですから聖句は引用しませんが内容だけ説明しますと。イスラエルにとってはメシアイエスは妨げの石つまずきの岩となる。多くのものがつまずき倒れて打ち砕かれ罠にかかって捕らえられる。はい。ヤ書れ8章ですでにこの予言があるんです。だから誰でもこの石の上に落ちればというのは初輪のメシアにつまずくものは という内容ですね。次、2番目、カッコ2ですね。この石が人の上に落ちればという言葉がありました。今度はこれは、初輪のメシアではなくて、再輪のメシアです。石が上から落ちてくるわけです。再輪のメシアは、諸国を裁くお方であるということ。これは、旧約聖書では、ダニエル書2章の35節 44四節後で確認してください。聖句を上げませんけれど、内容だけ解説します。ダニエル書2章では、バビロンのネブカトネツァルは巨大な像の夢を見た。この像は、各部分が異なった材質からできているんですが、これは世界の王国の変遷を示している。違法人諸国のどの国が覇権を握るかという。 その歴史の変遷を予言しているわけです。で、ずっと来て、最後に一つの石が人,で人手によらずに切り出され、像を打ち砕いた。一つの石とっていうのは、これはメシアのこと。人手によらずにっていうのは、この石は神から使わされた石です。その石が巨大な像を打ち砕くんです。だから地上の諸国が粉砕されるということです。やがてその石は、 大きな山となって全地に満ちた。山っていう言葉比喩的に使われた場合は、これは権威、あるいは王、あるいは王の統治、あるいは帝国を表します。大きな国が全地に設立されたということです。その意思は、世界の王国を滅ぼす神の国、メシア的王国です。このことが予言されている。そして、 神の国は永遠に立ち続けるんだ。これ永遠にっていうのは、その予定されている時期が終わるまで継続してっていう意味です。つまり神の国は、目視録の予言によれば一千年間です。だから千年王国とも言うわけです。一千年間立ち続けるんだ。私たちはそこに向かって行こうとしているわけです。さあ今日の例え話から何を学べばいいんでしょうか 初林のメシアを受け入れる人は幸いです。イスラエルの指導者たちは初林のメシアである石を拒否したので破壊されてしまった。私たちにそのようなことが起こってはなりません。神様の涙を今見ようではありませんか。神は何度も何度も私たちに呼びかけています。まだ救われていない人に呼びかけています。この初林のメシアにつまずく者は 自らの身に滅びを招くんだということですさらに私たちはサイリンのメシアが来られることを信仰を持って告白し初輪とサイリンの間の今の時代を忍耐深く生きる必要がありますサイリンのメシアが来られた時にその時に神を神とも認めない地上の諸国がすべてその方によって裁きを受け 滅ぼされ、その方がキリストが王として統治する神の国が地上に出来上がるんですね。そこに向かって私たちは今前進してますね。辛いことがあるかもしれない。戦いがあるかもしれない。でも神は私たちを訓練しておられる。私たちと共にいて、その苦難を、苦難の道を歩いてくださる。これがイエス様の愛、神の愛ですね。 神の愛を見上げようでありませんかお祈りします天の父なる神様終わりの時代にあなたはどうしようかそうだ私の愛する一人息子を使わそうと心に決め巫女イエスを 使わせてくださいました私たちは「シュイエスは救い主であることを心から認め受け入れます」そして「シュイエスにつまずいている人たちのためにお祈りをいたします」どうぞ私たちを用いて「福音伝達」の宮座を行ってくださるようにお願いをいたします。シュイエスのの再臨の時まで 忠実に歩むことができますように。主イエス・キリストの皆によって感謝して祈ります。アメン。はい、ありがとうございました。